ダーツショップディドがヤフーにもオープン。ヤフー店、楽天市場店、ウェブ本店、アマゾン店、あなたにぴったりのお店がきっと見つかる。すごいだって、うん、すごい、うん、すごい、それしか言うてない、それしか言うてない、さっき聞いた今からね、だいぶ絞られたね、さっき、うん、うるせえ、じゃあちょっとこっちに山田さん、ちょっとね、ラティフ選手がさっきさ、うん、ちょっと力み出したのね、今まで、なんかね、意識するみたいですよ、うん、そうだね、うん、あ、でもいいですね、これは美味しい、自分の方がやりやすいのかもしれないね、ダブルスよ、さっきまで酔っ払っとった、ずっと一日中今日ワイン飲んでますから、あの人、あらら、いいんですかね、あの人、ビチビの、いいんですかね、そんな飲んで、うん、大丈夫、あ、でも本当に入院してないらしいね、あれ入院してないというか、そうなの、そんな嘘ついていいと、あんた、いや、でもなんか、いや、もう死亡吸引してたらしい、なるほどね、そっちやった、ダメですよ、そんなことやったら、整形外科の方なんで怒られるよ、俺じゃ、うん、冗談や分かってますけど、うん、やっぱり厳しい、あの、あ、いや厳しい、あれはね、ちょっと厳しい、あ、やばい、これ流れてる、厳しい、カオルのお姉ちゃんと一緒らしいね、中学高校が、聞いた、いろいろ聞いた、うん、中学だけです、中学の、うん、昔の話を、同級生らしくてね、誰と、そのね、あゆみちゃんという、うん、あのどさっきジャングルの、あ、そのうん、なんか、さっきここに座られたんですね、そうそうそう、あのブロディみたいな髪でした、まあ俺とあんたしかわからないですねブロディってブロディみたいな同級生らしく、あ、これ痛いですよ、得意の、はい、今日36、1回も入ってないんですよ、入った、初めて、初めて、外したもんね、外した、あれ、あれって言うの、148をロビンで上がったんですけど、ヤンマ、うんうん、で今日も148になって、はい、ラッキーと思って外したんですよね、1本目から、はい、そして裏で148を3回上がったって喜んでました素人か、かわいい、かわいい、かわいい、いやでもなんか復帰の、うん、初めてのダブルスだったみたいで、今日なんか申し訳ないね、でもなんかやっぱちょっとこうまだか本調子やね、うん、体力やね、体力がまだ死亡吸引すると結構ね、そのまだ嘘ついてます、そうですね、ね、なんて言っていいか、わ、硬いな、そうね、70万円、死亡吸引、うん、まだ引っ張るとイエス、高橋高橋本当やってましたね、9キロ落ちたらしいですよ、9キロ死亡吸引で9キロ取ったってことでしょ、まだ行くとそう、ね、乗りすぎです、ね、乗りすぎですね、はい、すいません、これ、ね、ちょっとそうね、やっぱ突っ込んで出してね、来てくれる人がいないと、そんなに嫌いですから、オリエちゃんそういう気立てて、そうですね、グッタグタする、ちょっと男子掃除してよ、ボタン、ボタン押してください、ボタン、はい、今なんてもうゼロにされました、サンキューしますシーシー、引きずって引きずって、もうさっき、もう本当に悔しくて、初めての決勝戦だったんで、左手で、あ、そうですね、初めてマックスウェルの決勝戦、そうやね、うん、ちょっとバカ、あー、ナイスナイス、うん、あれ、さっきのざっくり家のあのクローズいったとこすごかったね、もう
閉めちゃえみたいな。うん、もう入るはずと思って投げてたでしょ。うん、もう自信入るはずっていうか、もう、もう入れねじ込むみたいな。まあでもまあまあ勝てやんか、あれ入ったらよかったな。入らんかったらちょっとひっくり返る可能性大、うん、でもあれ、ね、まあ多分想定は多分してなかったね、相手こううっと思って、うわっ、あ、マジかっていうね。ポイントだったね、別れ目というか意地でしたね、うん、いやあれすごい、ね、すごいプレッシャーになったでしょ、相手には、うん、そうだから勝ちたいなみたいな、ね、ちょっとでも参ったなってちょっと思って、万歴目も万歴もちょっと殴られてちょっといったかなみたいな感じ、そうですよ、うん、あらあら、すげえ試合やな、うん、強かったです、強かったね、うん、強かったな、6点台の打ち合いですよ、うん、ピョン、こっちの方がすごいよ、やりたい、こういうのね、楽しい、こんだけあったら絶対楽しいよ、ダーツ、うん、これどんどんいかれますな、これ、うん、最高、ベッドが欲しい、うん、疲れたかな、まあやっぱでもちょっと体力落ちてるでしょうね、まだ、うん、初めてヤンマーがアドバイスくれたんですよ、僕に。そういえばどういう石川さん、ブルーに入ったら170を狙ってくださいって。ああ初めて、なんか今までブルーに入ったのに、それは01の時、そうです、1本目がブルーに入ったら170トライに行ってください。ほうほうほう、まあ、まんまと1本目男子ワンチャンを持ってこいっていうやつですよね、うんうん、まあ基本ね、山田そうですよね、ワンちゃん任せますみたいな感じなところ、うん、そうですね、言ってるの見たことない、うん、初めて、初めて聞きました、うん、まあでも実はヤンマーペア初めてだったんですよね、僕、あ、そうですか、初めてかもしれない、すごいね、ノリノリです、すごい、ニヤニヤしなくなりましたね。そうですね。一時めっちゃニヤニヤしてた。うん。割れたかな。下向きますね。最近。ああ最近下向くですね。これちょっと最近のやつなんでしょう。ちょっと笑いそうなんやけどな。うん。なんかブチブチ言ってます。何言ってんだろう。そう何言ってるんですね。そう、スナックインブル、はい、いやいや、インブル率がすごい、ということで、ペンメア、あ、なに、あ、ここ、ここえ、でも、クリケクリケの時点で気づくで、そうでしょ、何年ダーツ見てるんですか、ことでつっただけやん、そうよね、うん、まだその先はなんていうかね、それプレミアメンズ盛り上がってまいりました、4レグに入りました、まだ1レグ2レグ取りましたって言うようかな無理がありましたね、リスは失敗したらね
公園3時ぐらいからずっとしようか、3時ぐらいから飯も。その前に食べたやろ。その前に食べたやろ。食べたやろ、ね、うん、まあいいです。うん、食べた食べた、ご飯は飲み終わったって食べます。うん、僕もラーメンでしょ。本当？はい。なんで？汁だけ。汁だけ飲みたかったんです。こんなしょうもない話ばっかりいいんですか？いや、ちょっと真面目に。おい。本当にでもさ、こうおりえちゃんがおるとやっぱこんななるのよ。すぐふざける、もうやめてください。本当ふざけるの。私。真面目にやりましょう。ちゃんと怒ってくれる人がいないとね。真面目にしましょう。真面目にしましょう。二人に任せたらもうどんななるかわからないから。とか言ってますけど、ね、どうですか。一人でボケ倒してるくせにね。おりえちゃんもなかった。あるけどね、あるけど、うん、いや、しましたね。ラティス、山だ、ヤマラジオミヤでした。来た来た、はい、さあ、ナイスアロー、次ファイブウェイってなりまして、最終レグに、最終レグ、これは、チョイスですね。ね。ですね。はい。なんで、うん、ですね。ですよ。チョイス、はい、チョイスで。何が？なんか思い出し笑いしたね、今ね。思い出し笑いした。うん。これは一緒。あげん？発売したな。あ、もう先行。先行。うちクリケかな、今の感じ。クリケでしょうね、うん、おそらくクリケ、クリケ、あ、決めかねとる、おお、前とる、うん、オーディエンスですかね、今オーディエンスですよ。オーディエンス、オーディエンスもちょっと割れたかもね、今今ね、ゼロワンクリケ、ゼロワンクリケ、テレフォンですね、じゃあ次電話しようかもしれない、今こんなに迷うのなかなかないですね。いやいや、ないですね。うんうん、胸が胸を入れたら胸が入れたらいいですね。胸が入れたらいいですね。今から北斎に出ていくね。そうだね、ね、うん、北斎化していきますから。そうですね、ゼロワンにしましたね。ゼロワンですね、うん、簡単、いいな、楽しそうですね、いいな、こんな感じで答えたやつ、でも絶対ダーツ教えてくれないですよ、ね、教えてくれない、教えてくれないんです、僕には。あ、でも、あのアドバイスする、簡単にはできないみたいですね、責任になるから、僕がずっと見れるから教えますよみたいな、まあ確かにそうだね、ある程度、うん、ある程度こう自分で分かってる、こうプロとしてね、こう人にアドバイスして、ちょっと尊敬するんですよ、あんまり本当に。なんでですか。素晴らしいプレイヤーだと思いますね、和田選手、すごい、本当に。まあすごいよね。ないですね。あ、そうですか。そういうこともある。283だと思う。それは。いかん。さあ、いかんや。うん。どう、あんたしか分かってない。分かってね。うん、いいです、それで。はい、まあまあ、ここは大事ですね。いいのは、まだ調整不足なのかな。128。
トライフ。来た。ナイストライ。まあとはいえ128ですから、そんな楽な数字はありません。皆さん上がってください。頑張って。お、見せろ。素晴らしい。すごい。すごい。いやー、かっこいい。